こんにちは。ジョイントパークの鵠沼サーフィンセッションをご覧いただきありがとうございます。前回の鵠沼セッションでお届けした地形決まった三角波セッションの数日後の3月9日なんですけれども、またサイズアップしてくれました。1ラウンド目はセットで目ぐらいの波を着ていたんですけれども、東うねりのワイドなブレイクが中心でちょっと選ぶのが難しい感じでした。ただですね、こう潮が動いてきたら、こう地形に当たってライトのブレイクがマシンブレイクのように割れ出して最高に練習になりました。さらに鵠沼のうまいローカルたちも入っていてかなり刺激になりましたし、すごい楽しいセッションができたので、その模様をお届けします。今回一緒にサーフィンできたのは巧みなレールワークでかなり不思議なサーフィンをする前田秀さん。僕も入っている鵠沼のサーフチームアイディールのボスで、サーフィンもめちゃくちゃうまい林拓也先輩、そして同じくアイディールの仲間で、全日本チャンプにも輝いて、さらに、日本代表して世界でも戦ったことのある男石田芳生。さらにめちゃくちゃかっこいいサーフィンでショートボーダーの僕も目で追ってしまうロガーで、オシュマンズスタイルマスターズで2度も優勝経験のあるチャボこと吉田豊プロ、そしてこれから世界でも活躍できるんじゃないかなって期待してる若手2人。もう上手すぎてどんな悪いコンディションでもいい波に見せちゃうオーバーレオンと、最近より一層力強いサーフィンでまた上手くなったんじゃないかなっていう矢作もんの城。僕的には彼らとサーフィンすることでかなり刺激を受けるし、いい勉強になってます。そんな彼らとのワンデーセッション、ぜひ最後までご覧ください。